我々がやってる株式投資型クラウドファンディング、資金調達をしてこの会社の株式をリターンとして渡す。今投資家数としては2万8000人ぐらいになってるんですけど、投資家の人たちが求めてるポイントっていうのが、スタートアップ投資 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。前回までは大浦さんの自己紹介含め、どういう経緯でファンディーノさんのサービスに行き着いているのかというところをお伺いしてまいりましたので、そもそもファンディーノさん、要は株式型クラウドファンディングについていろいろと教えていただくような会にしていければなと思っているので、ぜひ大浦さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは株式型クラウドファンディングって何なんだっけみたいなお話をいただきつつ、はい、ファンディーノさんのサービスのご説明もいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずですね、我々の会社がこうビジョンとしているのがフェアに挑戦できる未来を作るというようなところで、起業家が資金調達をするときにベンチャーキャピタルさんとか事業会社さんとかエンジェル投資家さんとか回られると思うんですけど、そうではなくて、それを我々が今プラットフォーム上で抱えている投資家の人たちにインターネットを通じて訴求をして、インターネット経由でクラウドファンディングの仕組みで資金調達をするというものが我々の仕組みになっております。日本だと有名なのが購入型クラウドファンディングと言われる業態になるんですけど、この購入型クラウドファンディングの特徴というのが、投資家が投資をするときに商品とかサービスをリターンとして受け取るということで、 e コマースに非常に近いものになっております。我々がやっている株式投資型クラウドファンディングというのがですね、資金調達をしてこの会社の株式をリターンとして渡すというのが仕組みになっているので、投資家が求めるリターンとしては純粋に購入型クラウドファンディングは商品サービスが欲しいっていうようなところでの動機づけのところと、我々の仕組みだとその会社の株式が欲しいっていうのは値上がりを期待していたりとか、優待が欲しいとか、なんかそういうところの軸で投資をしてくるというところが、この株式投資型クラウドファンディングの他のサービスとの違いになるかなと思います。現状だとどういった案件が募集をしていらっしゃったりですとか、どういう事例がうまいことお金を集まってたりするような感じなんでしょうか。今我々の方では案件としては多分130、40ぐらい出して、制約したのが90ちょっとぐらいということで、7割5分ぐらいですね。平均の制約額でいうと3000万ちょっとぐらいな金額になってるかなと思います。今投資家数としては2万8000人ぐらいになってるんですけど、案件として多いのは IT 系の会社がやっぱり多くて、投資家の人たちが求めてるポイントっていうのが、この会社が独自に持ってるユニークなポイントって何なんだっていうのが一番見られるポイントになってます。なのでそこの競合優位性がどういうものがあるかっていうのを、持たれてる会社かっていうのを我々の方では一番重要視しているところになります。でその中でうまくいった事例というところでいうと、1個はアパレル系のオールユアーズさんという会社があるんですけど、今日履いてるパンツもこのオールユアーズのパンツなんですけど、黒パンツって洗っていくと色落ちしてちょっと赤くなったりするよねみたいな、こういう問題意識から絶対に赤くならない黒パンツ作りますとか、そういうのを作ってる会社さんで、うちで資金調達を6000万から7000万ぐらいですかね、やっていて、我々の仕組みだとこういった投資家さんの人たちから投資を募るっていうところと同時に、その人たちがファン化してくるっていう側面があって、この会社さんの場合だと実際に投資もしてもらいつつ商品を購入してもらったりとか、ネット上でそれを拡散してくれたり、投資家と起業家みたいな関係からフラットな形でなんか一緒に成長させていくみたいなところが事例としては 2C 系としてあって、もう一つ 2B 系ででもルセットナインさんという会社だったんですけど、この会社も資金調達で3300万ぐらい集めたんですけど、ファンディーノの投資家の人たちが実際にそれを購入してくれるような流れとかっていうのが、こういう冷蔵庫みたいなところだと、じゃあそれに問題意識を持っているような会社さんとかが自社で導入をしたりとか、逆に顧客を紹介してくれたりとか、なんかそういうような事例が出てきているかなと思ってます。やっぱりスタートアップであれば複数回資金調達をしていくとは思うんですが、まだまだその業界の中でも新しく株式型クラウドファンディングっていうのが出てきたかなと思う中、大浦さんとしてどういったポイントが特によく懸念される事項で、ファンディーノの皆さんとしてはどういうふうにそこを解決しようと思われているんでしょうか。我々の方の仕組みの特徴的なところっていうのが、一番がいろんな少数の株主さんが出てくるというようなところで、エクイティの世界でいうとやっぱりこう一社でいっぱいこう権利を持たせる、どうしてもそこの意見が強くなってくる。我々の場合はそれが分散している分細かい意見が出てくる
ていうようなところがありますという中で、やっぱりベンチャーキャピタルさんとかの場合だとどうしてもそこの権利を強く持つっていうところになると、それの分散がよく思われないっていうパターンは出てきます。我々が今金融商品として扱えるものは今2つあるんですけど、1つが普通株による資金調達、もう1つが新株約権による資金調達というようなところで、新株約権っていう仕組みになると、新株予約権者として投資家にはいてもらう形になって、株式になるタイミングというのが主に3つなんですけど、1つは上場承認がされたタイミングですね、あとは破産を決定したタイミング、潰れますという時ですね、あとは IPO、M&A とか何も発生せずに7年間が経過したタイミングというので株に転換するというような仕組みを作ってですね、これを作った理由というのが、ベンチャーキャピタルさんで基本優先株で入れてくるんですけど、優先株の中でも結構強い条項が入ってきた場合に、株主総会の特別決議では有効にならないというような論点があって、じゃあそれをどうやって有効にするかとなると、既存株主全員からの同意をもらうという手続きになるんですね、この手続きってじゃあ普通株でたくさんいる場合に大変になるんじゃないかっていうところがあって、我々としてはそういう新しい新株約権っていう商品設計を作ったというようなところで、これは VC さんともこう連携をしながら作った商品なので、これで解決を図っていってるというのが一つと、もう一つ出てくるのが反社の問題。やっぱりこう IPO とかを考えていった時に、反社の人たちが入ってると上場ができないよねとかっていう問題があるので、数が多いからそういう人が入るリスクが高いんじゃないかみたいなことで言われることがあるんですけど、我々自身がまあ証券会社としてやってますので、当然投資家として登録をする段階と、我々毎月こう情報がアップデートされていくので、そのタイミングで毎回そこのスクリーニングをかけて、そこの部分は今現状解決ちゃんとされてるんですけど、我々のサービス自体がまだそこまで認知がされてないので、なんかそういうリスクがあるんじゃないかっていうところで懸念されるパターンっていうのはあるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。今回はですね、詳しく株式からクラウドファンディングについてですとか、ファンディーノについて教えていただいたんですけれども、次の回ではですね、ある意味金融業界の経験がない違う業界からスタートアップをやっていらっしゃって、どのような点に苦労されていらっしゃるのかとか、どういうところを課題ぶち当たって解決していらっしゃるっていうところの、その起業家目線でのお話をいろいろとお伺いしていければと思っておりますので、ぜひ次回もご視聴いただければと思っております。今回もですね、良かったなと思っていただけましたら、もしくは勉強になったなって思っていただきましたら、コメント欄に記入していただいたりとか、グッド評価いただけると大変ありがたいです。チャンネル登録もお待ちしております。それでは今回もありがとうございました。ありがとうございました。